外その選手がい,い、その広しは、日本の防具付き空手、寸止め空手選手。全日本空手道連盟連部会エビナ、厚木支部所属。全空連公認団員4団及び連部会4団。神奈川県連盟の指定強化選手。慶応義塾大学空手道部元首相、現行地。連部会の大会に出場する一方で、慶応義塾大学で、 大学選手権に出場し、国体選手にも2度選ばれるなど、防具付きと寸止めを両立している選手である。空手は6歳から始め、22歳で神奈川県代表として国体に出場。翌年、第43回全国防具付け空手道選手権大会においては、長らく宮城県勢一強時代だった一般男子組手の部で初優勝をする。 その後はしばらく優勝から遠ざかるものの、第47回全国大会、第48回全国大会では2年連続で、決勝で田村総田と対戦し、いずれも延長戦終了まで、両者技ありを奪うことができない展開ながら、積極的に技を仕掛けた外そのが旗判定で勝利し、連覇を達成。第49回大会では決勝に進出したものの、 関東大会で負け越している鈴木康史相手に敗れ3連覇はならなかった。組手スタイルは連部会らしく相手の背中まで打ち抜くような強打であるが仕掛ける場合は全空連の寸止めルール的で非常に遠い。離れた距離から瞬時に極める追い付きを得意とする。しかし近藤飛鳥をはじめとした宮城県政のカウンターには苦戦を強いられている。また関東大会では 忍誠監の鈴木康氏相手に負け越し、鈴木が準々決勝で敗退した第23回、大会まで優勝できていなかった。今後も、防具付け空手と、寸止め空手の両立を続ける意向で、防具付けルール、WKF ルール両方で勝てる選手を目指す。それが、防具付け空手の普及につながると、月間空手道のインタビューで語っている。形も、得意としており、 連舞会の全国大会では過去6度の優勝を誇る。ありがとうございます。